タクロバンはフィリピン中部ベーテ島北東部の海岸にある港湾都市。2008年12月18日に高度都市化都市に指定された。マニラの南東約5 8 0トルに位置している。主張議改正を採用し、市長の権限が強い。2014年3月現在の市長はアルフレッド・エス・ロマウルです。副市長はジェリー・ティー・ヤオカシンである。タクロバンは 東ビサや地方全体の商業、観光、教育、文化、そして政治の中心であり、海外貿易や大型船の出入りが盛んな港町かつ空の玄関口であり、不当の生誕にはカラフルな市場が広がっている。市街地は、カンカバとワンおよびサンファニーコ海峡に面し、隣のサマール島とはサンファニーコ橋で結ばれ、ワンのそばの美しい町のニックネームを持つ。 2010年現在人口は約22万人。バランガイの数は138。第二次世界大戦中はフィリピンの臨時首都でもあった。2010年7月にアジア管理研究所が公開した調査結果ではタクロバンはフィリピンの中で都市競争力のある都市の10市に入っている。全体では5位に入り、新興都市分野では2位に入った。2013年11月には、 台風30号によって、甚大な被害を受けた。使命の由来となった漁具、タクラブを用いたパフォーマンスタクロバンはかつてカンカバトクの名で呼ばれる集落であった。この名は、最初にこの地に住んでいたカバトクという部族の名から来ており、カバトクの土地の意味である。彼らは、現在のサントニーニョ教会周辺に集落を構えていた。その後、グモダやハラギン フラウなどの部族が現れ近くに集落を構えた。フラウの集落は現在市役所がある丘にあった。これらは後に一つの集落となり、カンカバトクという名前になった。16世紀の終わりには、カンカバトクはスペイン支配下に入った。カンカバトクはパロの政府が管轄し、サマール島のバスへの町の教区に属していた。1770年、 セアウグスチの修道会の宣教師たちがこの地に入植したが、1813年にフランシスコ会が取って変わった。このスペイン植民地支配の時期にカンカバトクの町はタクロバンに名を変えている。この名は、漁師がカニやエビ、魚を取るのに使う竹製の漁具のタクラブから来ており、この漁具を使う場所を意味するタラクルバンがタクロバンに変わったものである。カンカバトクは、 漁師の溜まり場であり、彼らが漁に行くときにタラクルバンに行くと言っていたことからタクロバンとなった。この地は台風が多いため古い文書は失われており、タクロバンがいつ町になったかは明らかではないが、一般にはタクロバンがムニシパルを公的に宣言したのは1770年のことだと信じられている。1768年には、 レーテとサマールは別の州になっており、両党が狭い海峡で接するという位置から、戦略的に、また公益上もタクロバンが重視された。レーテ州の州都がタクロバンに移ったのは1830年のことである。これはタクロバンが理想的な港であること、十分な施設があったためである。タクロバンが 法令第760号で死に昇格したのは1952年6月12日である。1901年にはマーレー大佐が上陸して、米軍の軍事政権による支配が始まり、タクロバンの港は対外解放された。第二次世界大戦前にはタクロバンはすでに、レーケ島の商業、教育、社会や文化の中心となっており、コプラや、 マニラーサの輸出で栄えるようになっていた。教育では、レーテ市販学校、レーテ高等学校、レーテ専修学校、新生幼稚園やタクロバンカトリック教会がリードした。1912年には台風がフィリピン中部を通過し、タクロバンは壊滅同然になった。パナイ島のカピス州とタクロバンを合わせた死者数は、 当時のその地域の全人口の半分にあたる1万5千人に上った。タクロバン市役所前にあるマッカーサーとオスメニャの銅像、1942年5月25日に日本軍がタクロバンに上陸し、タクロバンの港を物資の集積地とし、都市を要塞化し、サンペドロ湾の港湾や滑走路を整備した。日本軍の占領下にあった約2年の間、 老人を含む多くの住民がゲリラとなり抵抗を行っている。この中で代表格と言えるのがルペルト・カングレオンである。タクロバンは米非連合軍により最初に解放された。タクロバン、パロへの上陸や1944年10月20日の米軍によるレーテワンのドラグへの上陸後、10月23日にダグラス・マッカーサーや フィリピンコモンウェルス第二代大統領セルヒオオスメニャラはタクロバンの成長前で式典を行いフィリピンの完全解放までフィリピンコモンウェルスの臨時政府首都をタクロバンに置いた当時マッカーサー将軍はジョゼフ・プライス帝とレドーニャ帝に司令部を置きここからフィリピン奪還を指揮した結果としてこの上陸はマッカーサーの私はきっと戻るという言葉とフィリピンの奪還そして 米軍の勝利を実現させるものになった。第二次世界大戦後、パウロジャロ市長が死を完全に解放した。フィリピン共和国樹立後発の市長は、エピファニオ・アギーレだった。1960年1月8日、マッカーサーは、レーテ島での干渉的な旅を終えた。その後、2008年10月4日に、グロリア・アロイオ大統領により、都市化都市であることが宣言され、 同年12月18日に市民の承認を得た。現在、タクロバンは東ビサヤ地方の玄関口として農業の集産地や軽工業の集積地として日本や台湾、韓国などの外資が進出している。台風により道路に積み重なった瓦礫2013年11月8日、台風30号が街を直撃し、海岸付近の住宅地が 壊滅的被害を受け多くの死傷者を出した。高潮によりダニエル・ゼット・ロマオールデス空港が使えなくなり、2014年3月現在も仮設の司令部及び避難所として使用されている。ヘリコプターでの物資輸送の後回路で物資を輸送したアメリカ海兵隊の順将であるポール・ケネディは次のように発言している。私はそこに壊れていない建物や深刻な被害を 受けていない建物が一つでもあるとは思っていない。引くすべての建物、家に至るまで。I don't believe the eyes, a single structure that is not destroyed は、サビアリーダ、メージドインサムウェイ、エブリーシングルビルディング、エブリーシングルハウス、ポール・ケネディ商店や赤十字救援物資の略奪が、横行したため地方政府は事実上崩壊し、ベニグの秋の大統領は、 タクロバンに非常事態宣言を出した。支援活動と治安維持のため、フィリピン軍兵士と警察官が500人以上、動員されることとなった。2014年時点で、公式の死者数は6201人に上っている。タクロバン空港で行われた、ミサ2015年1月17日、ローマカトリック教会の長であるフランシスコが、台風30号の被害を受けたタクロバンを訪問し、 台風を生き抜いた人を祝うミサを行った。タクロバンは、フィリピン中部東ビサヤ地方レーテ島の北東部、レーテ湾最央部のカンカバ島湾並びにサンファニーコ、海峡の沿岸部に突き出した半島に位置している。狭い道海峡の対岸には、サマール島のサマル州がある。タクロバンは、赤道付近の多くの地域と、同様、欠片の気候区分では、熱帯雨林気候に属しており、 その気候は年間を通じて高温多湿である。年間を通して月に60ミリメートル以上の降水があり、気温の比較差は年間差よりも大きいことがある。最高気温の平均は摂氏29.4度、1年の中で最も平均気温が高いのは5月の摂氏31度、最も平均気温が低いのは1月の摂氏23度だが、 最高気温を記録したのは12月の摂氏41.1度。最低気温を記録したのも12月で、摂氏12.8度であった。降水量は年間で2294ミ、mm、リメートル。最も多いのは12月の305ミ、mm、リメートル。最も少ないのは4月の119ミ、mm、リメートルである。カンフラウ市役所や市の政府の関与となる。この場所の地名でもある。 市の行政権は市長に帰属する。議会にあたるサングニアンパンルンソドは条例を制定する権利を持っている。市議会は一員制で10人の市議会議員と一定数の職権委員、それに地域の代表から構成される。新公役は副市長が担う。市長と市議会議員の任期は最大3年である。市の政府は2008年に高度都市化都市に、 認定されてから地方政府の監督下に入ったためその役目を終えた。現在は国が直轄で統治している。史は1952年6月20日に法令第765によって死になった際に制定された。下の死の特徴が表されている。タクロには138のバラン街があり、それぞれが行政機関を持っている。内は バランガイの番号タクロバンには、東ビサヤ地方の政治や経済、教育、文化の中枢が集まっているほか、ABSCBN などの放送局の地域本部がある。タクロバンは、フィリピン国内では最も経済成長の著しい都市の一つであり、貧困率は国内最低水準の約9%で、地方政府も東ビサヤ地方で最も豊かな財源を持っている。 空港はこの地域でのハブ空港になっている。1990年代半ば、タクロバン市は237ヘクタールの土地を経済特区として開発し、フィリピン全体の経済特区の地位を向上させた。これは1998年4月23日の大統領生命第1215によるところが大きい。当時東ビサや農産業振興センターは経済特区の開発、 管理を認められていた。2007年のダニエル・ゼット・ロマオルデス空港タクロ版はダニエル・ゼット・ロマオルデス空港を拠点とする。ただし2014年3月現在、2013年11月8日に到達した最大風速秒速87.5メートル、波の高さ4メートルを記録した台風第30号の影響で利用できなくなっている。台風の3日後に、 ターボプロップ機専用で運用を再開した。現在発着できる最大の機種はエアバス A320 である。タクロバン市では以下のものなど多くの医療機関がある。タクロバンの文化や言語はこの地方の中心都市であることを反映して多様である。タクロバン周辺の主要言語は東ビサヤ地方に広がり、別名をレーテサマルノンとも言う笑い語であり、市民の 約90%が話している。しかし、教育や商業、政治の場では、リングはフランカとして、タガロング語が使われ、国際語として、英語も通用する。また、レーテ島北西部や南部で使われるセブアの語も、使われる。タクロバンはスペイン植民地時代、典型的な植民都市の人口構成であり、純スペイン人やスペイン人と現地人との根血が、ほとんどを占めていた。 現在もタクロバンの住民にはスペイン人と中国人の系統の混ざった人々が多い。他のタクロバンに移り住んだフィリピンの民族の人はセブアノ語、カナ語、ビザヤ語を話す人が6.08%いる。残りは0.80%がタガログ語0.10%がイロカノ語0.07%がパンパンガ語2.95%が その他の民族の言葉を話す。タクロバンの強みの一つは、東ビサヤ地方でも、随一の教育機関の集積があることである。フィリピン大学タクロバン校、東ビサヤ大学、ビサヤタクロバンカレッジ、その他多くのミッション系大学や短科大学が、集中しており、市内の学生の数は4万に達する。市民の94.52%が、キリスト教である。 うち最大70%がローマカトリック教会を信仰していると推測されている。残りの30%のうち25%はプロテスタントや福音主義の信者である。キリスト教会信者が0.83%、セブンスデーアドベンチスト教会信者が0.83%、ムスリムが0.12%、その他が3.10%である。タクロバンには、公私もに、 多くの教育機関がある。代表的なものには次のようなものが挙げられる。姿勢思考記念日は6月30日である。スビラン・レガッタは、スビランと呼ばれる、アウトリガーのついた伝統的な一人乗りの帆舟を使って、レーテワンで行われるレースである。このレースはパドルを使わないため、歩を操縦するだけで前に進む技術が求められる。この競技は年に一度、一週間にわたる。 タクロバンシティフェスタの中で行われ、今まで32回を数えている。この大会はヨットを、風だけで進める技術を保存、継承し、また地元の熟練者の技術を見せることを目的としている。これは、バセとカンカイバトクの光線を再現する劇である。サンギャウトは古代、笑い語で全長を意味する言葉である。 前のフィリピン支配者の配偶者であるイメルダ・マルコスが1980年代に始めた祭典で2008年に彼女の甥糸市長のアルフレッド・ロムアルデスがリバイバルとして行った。サンギャウ祭りでは各国の祭りで行われるいろいろなパフォーマンスをする人たちを招待し競わせるものである。優勝者には賞金とトロフィーが贈られるため毎年大きな盛り上がりを見せる。 レーテのサントニーニオサイトも呼ばれ、市政施行記念日の6月30日に行われる。その日、町ではテニエンテと呼ばれる盛大な式典も催されるため、盛り上がりは最高潮になる。テニエンテとは、現市長が行う新市長を歓迎するためのイベントである。ここで、過去の市長や連隊長にメダルを授与する式典も行われる。花火の打ち上げやパレードの更新も行われる。 街中の人がご馳走を用意し、ドアを開けて、客を迎え、他者の幸福を祈る。タクロバンは、東ビサヤ地方の玄関口であり、観光の拠点である。自然美の名所や、第二次世界大戦の爪痕を残す場所として、世界的に有名である。サンファニーコ橋、レーテ島とサマール島をサンファニーコ、海峡を渡って結んでいるサンファニーコ橋は 2.16km あり、 フィリピン最長の橋である。台風30号でも大きな被害を受けなかったため、避難者の移動や物資の輸送に重要な役割を果たしている。図書館にはアメリカやヨーロッパなど他の国の文化を紹介する本が所蔵されている。文学はフランスやスペイン、イギリスなどの文学が法学の本と同程度に所蔵されている。研究者の他地元の学生の利用もある。 バリアン公園は、マグサイサイ、大通り沿いにある。バセーのバリオバスカダと、カンカバトク、つまり現在のタクロバンとの交戦を描いた絵が描かれている。当時、カンカバトクは、サマール島のバセーノカの管轄下にあった、小さなバリオだったが、サントニーニョ祭の最中にカンカバトクの住民が、バセーのバリオバスカダにある礼拝堂からサントニーニョの絵を借りていた。サントニーニョは、 カンカバトクでもバリオ・バスカダでも守護聖人として崇められておりカンカバトクは祝祭が終わり次第すぐに絵をバリオ・バスカダに返すことになっていたカンカバトクが独立勢力に匹敵するほど大きくなった時地元のカトリック教会は町の繁栄のためにはサントニーニョの絵画を保有することが不可欠だとしたバスカダから絵が消えてカンカバトクから 絵が見つかったという伝説もこの決定を後押しした。教会や政府のリーダーを運んでいた馬聖書艦隊はサンペドロ湾の護岸工事を続けた。カンカバトク湾の小艦隊の光景がその歴史を今に伝えている。プライスマンションマグサイサイ大通りには観音像もある。これは日比有校の証として混流されたものである。 市役所近くの寛解は東岸に面したカンフラウヒルに立っている。第二次世界大戦中、フィリピン諸島を解放するために多くの住民が日本軍を受け入れてこの地にキャンプを建てさせたが、後に米軍が優勢となった。しかし米軍も男を兵士に女を身の回りの世話をさせるのに使った。この時期は冷哲最大の悪夢とされている。劣勢になった日本軍は敵視され、 フィリピン人の嫌王の対象となった。その頃フィリピン人は日本人を見れば誰でも大声で罵のしっていた。しかし戦後日本政府はフィリピンと友好関係を築きお互いの発展を支え合うようになった。プライスマンションは1900年代にアメリカ人が植民地支配時代に建てた家のことである。1944年の解放からは ダグラス・マッカーサーの住宅兼司令本部となった。サントニーニョ教会サとニーニョ教会は、マグサイサイ大通りからリアル通りに入って、南に進んだところにある。この教会は、地域で最も重要な教会であるとされている。タクロバンの守護聖人であるサントニーニョの奇跡に関する絵がある。台風30号で大きな板手を負った。またマルコス元大統領と、 妻のイメルダの生活を再現した博物館も併設されている。レドーニャ邸宅は19世紀半ばに建てられた住宅でフィリピンの建築技術を後世に残すための文化財として残されている。この建物は法的措置による大規模な修復が必要とされている。1944年フィリピンが日本から解放されてマニラで改造フィリピンコモンウェルスが始まった時の セルフィオオスメニャの邸宅であった。霊地法議会、フィリピンコモンウェルス時代の1944年10月23日から1945年2月27日までの政府であった。霊地法議会は1907年に建てられた新古典主義建築の建物である。千円ゲージ通りとマグサイサイ大通りの交差点にあり、この場所はキャピトリオと呼ばれる。またここは、 フィリピンのオスメニャ政権時代の臨時政府の場所でもある。台風30号により大きな被害を受けた。アストロドームとも呼ばれており、5000人を収容できるアリーナである。バスケットボールの試合やコンサート、ミスタクロバンコンテストなどに用いられる。また多くのバーや店物機を連ねる。台風30号で大きな被害を受けて、2014年3月現在は避難所として機能している。 マッカーサー上陸記念公園は1944年10月20日にマッカーサーら6人のアメリカ軍の兵士がレーテ島に上陸した際の様子を再現したものである。市中心部からはトライシュクルで20分から30分程度の距離がある。ジャスティス・ロムアルデス通りに面している外車のショッピングセンターは市内最大のデパートで付近に市場、商店街、 レストランや銀行などが多く集まる。ありがとうございます。